ゼロ円美容法。あまりお金をかけずに実践している美容法はありますか？この動画ではガルちゃんみんのゼロ円美容法をまとめてご紹介します。最近洗髪前のブラッシングを頑張ってます。シャンプーをつける前にお湯で予洗いするのもいいよ。あとトリートメントつけたら洗いコームで通して髪の毛をタオルで包んで5分間放置。手間がかかるけど髪の毛パサつかないしまとまる。リンスまたはコンディショナーをつけて少し置いてお湯を少しなじませて乳化させてあげる。そして少し置くと手触りが変わる。説明下手で申し訳ない。これ本当に効果ありますよね。始めた頃は毎日やってたけど、私の場合毛が細く毛量少なくてなんとなく日々抜け毛が怖くて今1日おき。それでも髪ツルツル。予洗いは60秒数える。これが結構長くて普段いかにささっとしてたことを実感。何度のお湯で洗ってますか？頭を洗うときは40度以下です。38度がいいと髪専門モデルの女性が言ってたよ。髪の毛関係で言えば購入にお金はかかるけど、タングルティーザー、これいいよね。愛用してる。溶かすだけでボリュームダウンするし、しっとりする。髪の毛を温風で乾かした後に冷風を当てること。サラサラになる。最後熱が冷めるからドライヤーにとってもいいらしいね。若くもないのに最近おでこのニキビ、吹き出物に困ってるから参考にさせてください。美容だけでなく全てにおいて、結局は睡眠なのかな。前髪じゃない。家にいるときはおでこ全開にしとくといいよ。おでこに黒ニキビがポツポツとあったけど、超音波の洗顔ブラシとトマトジュース飲んでる。ほぼ同時に始めたからどっちが効いたかわかんないけどなくなったよ。コンビニのものとかカップ麺食べてるなら騙されたと思って2週間やめてみて。これで綺麗になった友達いる。ダン小麦一択、グルテンフリーというやつです。本気で肌変わります。紫外線対策に命がけでも無料でできる。美意識低いけど日焼け止めだけは高校から欠かさず顔に塗ってきました。色素沈着は少ないので効果あると思います。でも首は真面目に塗ってこなかったの。そしたら肌のキメが荒くなったので本当に大事だと思った。なるべく直射日光に顔をさらさないようにしてる。日焼け止めは必ず塗るし日傘もさす。高校1年くらいからコンビニ行くだけでも塗って、1年中絶対日焼けしないように気をつけてた。もともとかなり色黒だったけど今は全身真っ白になったよ。でも日焼けを極度に避けると骨粗鬆症になるとか言われてるので、適度に日焼けしなくちゃいけないなとも思う。有名だけど肌老化のほとんどは紫外線のせい。松井くキャンメイクの安いやつだけど毎日2回朝晩、2ヶ月塗ってたら伸びたし増えた。おかげでアイメイクの仕上がりが全然違う。友達にもつけまつげエクステと言われるようになった。最初の1ヶ月で変化なくて挫折しそうだったけど続けてよかった。 DHC の松井くやってたらまつげ伸びて、バイト先の人にまつげ長いねと言われたことある。気休めでやってたけどバカにできない。パフは毎回洗うか変えるようにしたら湿疹ができにくくなった。パフの雑菌が良くなかったみたい。本当に変わるよね。最初に顔にのせる時の滑らかさが違う。洗う時は食器用洗剤使うといいよ。油分だからすぐによく落ちる。あとキッチンペーパーで挟んでパンパン水分取っておくとすぐ乾く。たくさん用意してどんどん使ってまとめて洗うと楽。メイクブラシを週2で洗うようにしたら吹き出物がなくなった気がします。まめに洗いすぎてブラシの寿命は減るかもしれませんが、肌が綺麗になるなら買い替えればいいやって思います。メイクを落とさずに寝たことが一度もない。毎日湯船に浸かる。それぐらいしかないや。ニベアの青缶塗りたくってるけど割と肌褒められるよ。いろんなもの試すけど結局それが一番合ってる。10代の頃からこまめに毎日ケアしてきたのは手です。小学生の頃から毎朝家族全員の洗濯をするのが日課で、洗濯機が2層式だったから手荒れがひどくて汚い手が恥ずかしくて、自分でバイトをするようになった時にハンドクリームを買い始めました。毎日塗るようにしているので手が綺麗になりましたよ。手を洗うたびにハンドクリーム塗ってる。そのせいか手だけは若いです。左右お風呂に浸かる。砂糖はなるべく取らない。
3年くらい毎日飲んでるけど吹き出物ができにくくなった。肌の赤み落ち着いて透明感出てきたし、いいことしかないわ。寝る前に飲むのもいい。体が温まるからか不眠症も改善した。バランスのいい食事と睡眠、外食やジャンクフードやめて和食中心の自炊、夜は遅くても22時半までには寝る、野菜中心の生活を心がけてる。内面からってやつかな。年齢の割には若いと言ってもらえる。アラフォーです。野菜、発酵食品で美肌作り、あり合わせ野菜の具沢山お味噌汁とかでも肌が良くなってくる。酒粕入れてかす汁にして毎日食べると肌にすごくいいよ。キメが整って透明感が出る。そんなに高くないし、味噌汁に足すだけだから手間も少なくおすすめ。ぬか漬け生活始めたら楽しくて美味しいし、お腹の調子も良くなった。納豆と味噌汁、腸内環境整えられてお通じ良くなって肌ツヤ良くなり、ワントーン明るくなったよ。バナナ、ヨーグルトなど安くても体にいいもの食べる。退職して暇になった父が健康オタクになった。朝からスロージューサーで毎日リンゴやらケールやらの生搾りジュースを飲んでる。そしたら半年でつるすべ美白肌になってて本当にびっくりした。私の知ってる父史上最高に白いです。砂糖抜くと肌のトーンアップするし痩せるし、美容にはいいことばかりだと聞くよね。お金もかからないし、でもなかなか実践できない。取りすぎは良くないけど、抜くと本当にフラフラになる。そして仕事でミスる。完全に排除しているわけではなく、ジュース飲まない、甘いもの食べないとかだと思うよ。私も家には置いてないけど、定食屋の煮物も食べてるし、焼肉屋のタレも使うし、どこかで砂糖は取ってると思う。あと野菜にも糖分たくさんあるから。毎日腸もみをしてたくさん出す。排便大事。規則正しく過ごし、食事も気をつけないと毎日出ないんだよね。結局食事と睡眠なのか。何かいい方法はありますか？いろんな方法あると思うけど、お水しっかり飲むのと座りっぱなしではなく少しでも歩くとか、そういう軽い運動でも効果ありましたよ。レンチンして蒸しタオルを顔にのせてからの洗顔。指をくるくるするのではなく横に動かす方法がいいよ。洗顔の時はよく泡立ててきめ細かくなるよ。お湯でするのがいいよ。水だとシミができるんですよね。皮脂も落ちにくいですし。お湯洗顔の効果はどうですか？どうして水だとシミができるの？皮膚が冷えて血流が悪くなるから。冷水と温水を交互にかけて刺激するときも温水が後の方がいい。若くて血流がいいなら気にしなくてもいいけど、顔の皮膚が冷えたままなら温水が必要。全身にも言えます。デコルテは特に注意です。水泳してる方はデコルテにシミがある方が多いですね。ひえー、知らなかった。お湯だと余分な皮脂を取るのかと思って、真冬も水で洗ってたけど、明日から温水で洗います。最後は冷たい水か化粧水で肌冷やすといいよ。お湯だけだと毛穴下がっていく。乾燥肌、普通肌の人は朝はお湯で洗顔フォーム使わずバシャバシャするだけがいいと聞き、そうしています。友達に言うと、と女子力低って笑われたけど、肌の調子いいですよ。化粧水を手でつけるときに30秒プレス、これは効果ある。朝が違う。乾燥しにくくなった。化粧水や乳液やクリームなど、いつも塗ってるものを顔の筋肉とリンパに沿って塗るのもいいよ。タオル使って肩甲骨ストレッチ、あと1時間早く寝る。全ては血流。膝の裏、脇、鎖骨下、耳の裏を圧をかけながらさする。肩こりほぐれるし、ほうれい線消えるし、いいことしかないのに0円。寝転んだところから起き上がるときにスクワット20回やってる。めちゃくちゃびしりになってきた。朝晩ストレッチ、肩甲骨と股関節を重点的に10分くらいやる。冷え性が治って足がむくまなくなったよ。あと太りにくくなった気がする。60歳近い同僚、ストレッチを何十年も寝る前に軽く続けてるとかで、やはり若々しい。ヨガをやり続けたら体の調子が良く、表情も変わったと言われたよ。食事も変え、肌質も良くなって、屈強は化粧のりも良くなった。顔のたるみや白髪予防には頭皮の筋肉のマッサージが大事なので、頭洗うとき頭皮を動かすように指の腹を使って洗ってる。
まだ初めて1週間のことだから効果わからないけど。天皇陛下の髪の毛担当の方がテレビで言ってた。頭皮は動かしてはいけない。とにかく優しく。あまり刺激を与えてはいけませんって。どっちが正解なんだろう。その人は髪の毛ふさふさで白髪もなかったよ。顔の皮膚は摩擦与えちゃダメだしね。頭皮も同じなんだろうか。ゴリゴリ頭皮マッサージしてるけど。一番目に見えて変わったのは、首の下のリンパを耳の後ろに流して、さらにそれを鎖骨に流すマッサージ。次の日唇の色が綺麗なピンクになる。舌を歯茎に沿ってぐるぐる回すのとか。顔の筋トレとマッサージをこの1年毎日してる。そしたら顎下のたるみがなくなったし、頬が引き締まった。あとむくまなくなったし、顔が小さくなったと言われて嬉しいです。筋トレ大事だと思う。 YouTube の動画で筋トレやりながらドラマ見てる。コロナ前までスポーツクラブ行ってたお金が無駄だったことに気がついた。下半身の筋肉鍛えると若返りホルモンだかなんだかが出るんだって。スタイルがいいとそれなりに見えるんだよね。逆に背中がだるだるだと一気に疲れて見える。ウォーキング行く前はめんどくさいけど、帰ってきた時気分がいい。なんだかすっきりするからメンタルにいいみたい。運動にもなって一石二鳥だと思う。ジョギングが一番効く。便通良くなって汗もかくから肌ツルツルになった。しかも痩せる。ちょうど最近スロージョギング始めました。2年ほど前、デブなくせに張り切りすぎて1時間とか走ってたら1ヶ月で膝壊したから、毎回20分だけだけど。これならいつもなら疲れてしまう距離もまだいけるかもって頑張れるよね。一番効果あったのは恋愛。彼氏がいない見た目普通な友達に好きな人ができたら、なんか可愛くなってた。造形が変わるわけじゃないけど、なんか雰囲気というか肌ツヤというか。メイクするのが楽しくなるよね。彼氏いないと面倒くさい。効果絶大すぎ。何年もデブだったけど好きな人できて、ダイエットせずとも勝手に痩せた。胸がいっぱいで食欲がなくなった。推し活も聞いたことある。やっぱり楽しく日々を生きることなんだな。二次元でもいいから推し作る。脳内にハッピーホルモン出て気持ちいいです。母親にお疲れって撫でてもらう。アラサーだけど魔法みたいに翌朝肌荒れが治った。旦那に優しくされたり褒められたら、モチベーション上がって綺麗になってる気がする。いいな、そんなことしてくれる人が欲しい。アホ臭いと思うかもしれないけど、鏡を見て自分を褒める。朝メイクし終わったらニコッと微笑んで、ガルコ今日も綺麗よと褒めたたえる。実際に声に出すとなおいい。恥ずかしいけど私も、自分は可愛いとしっかり背筋伸ばして笑顔作る。そしてその笑顔を人に向ける。鏡にだけ笑いかけても意味ないし。嫌なことをポーンって頭の中から捨てるイメージをしつつ、私は可愛いと思い続ける。高校生の時に発起して1ヶ月、毎日腹筋とダイエット、洗顔、髪の手入れ、美人の写真を見ながら想像と自己暗示。そしたら友達から急に綺麗になった、何かあったのと言われた。意識変えると違うんだなと思った。人間関係の断捨離。攻撃してくる人が身近にいるとストレス溜め込んでしまって肌に悪い。それにそういう人は綺麗になろうとすると足引っ張ろうとするから離れた方がいい。基本的なことだけど、精神的ストレスを減らすこと大事だよね。常に幸せでいると本当に綺麗な笑顔や雰囲気が内面から出てくる。ストレスが一番やばいと思うよ。メイク落とさず寝るより肌に悪い。なるべくお金をかけずに綺麗でいたいですよね。これをするといいよということがあれば、ぜひお聞かせください。皆さんからのコメント毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルの美容系トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。